MLB では1日、日本時間2日からワイルドカードシリーズの4試合が行われ、ナ・リーグではパドレスとメッツ、ア・リーグではタイガースとロイヤルズがそれぞれ戦勝し、地区シリーズ進出まであと1勝とした。ナ・リーグ西地区で3連覇を果たしたドジャースは5日、同6日に始まる地区シリーズからポストシーズン、PS をスタートさせるが、米専門メディアですらワールドシリーズ制覇に確固たる自信を持てない様子だ。 この日のドジャースネーションでは、ドジャースは PS での打撃問題で2024年も再び悩まされるのだろうかとし、彼らは過去のプレイオフでの失敗を思い出している。過去2度のプレイオフでいずれも1回戦で敗退している、ファンの意識の中には昔と同じような問題がドジャースについて回るのではないかという不安があるとトラウマの存在を伝えている。 2年前の2022年の地区シリーズではパドレスに第一試合こそ勝利したものの、その後に3連敗。昨年に至ってはダイヤモンドバックスに3連敗を喫してあっさりと終戦した。同メディアは、22年はリーグ最高の打撃状態で臨んだ。しかし、得点圏に走者がいる場面で34打数5安打に終わった。 昨年はスター選手のムーキー・ベッツとフレディ・フリーマンは合わせて21打数1安打に終わり、PS の苦戦を顕著に現れたと伝えている。それでも、今回は新戦力が加わった。スーパースターの大谷と T ・ヘルナンデスが初めてプレイオフに出場する、ロジャースが攻撃の勢いを PS に持ち込めば大丈夫だろうと結論付けた。9月の大谷翔平投手。 30は26試合で打率3割9部3輪、10本類打、32打点、16盗塁という異次元の成績で通算5度目となる月間 MVP に輝いた。好調ぶりを維持できれば、との見立てだが、最終戦から試合がない1週間の空白期間がどちらに左右するかが鍵となりそうだ。